Facebook、インスタ広告のある機能を使うことで、ランディングページを使うことなく、集客したりとか、売り上げ上げていく。すごくないですか？もうこれ、LP じゃないですか。簡単に、しかも、プロが作ったぐらい綺麗なデザインで作れますから。こんにちは。ダイレクト出版ザレスポンスの清水です。ザレスポンスではですね、去年1年間12万人の新規顧客を集客しましたけれども、そこでウェブマーケティングの責任者をやらせていただいております。今日はですね、ランニングページを使うことなくインスタで集客ができるインスタントエクスペリエンスという機能について、今日はお伝えしていきたいと思います。まずは実際インスタントエクスペリエンスという機能が一体どういうものなのかっていうのをですね、ちょっと体験をしていただきたいなと思います。はい、じゃあインスタントエクスペリエンス経験していただきたいんですけれども、こんな感じで広告出てきますよね。本来普通のね、 Facebook 広告なりインスタ広告であれば、この画像をクリックするとですね、ランディングページという別のページに遷移をして、そこで要は講座の詳細とか商品の詳細情報が書かれたりするわけですね。じゃあこれ実際画像を押してみましょう。どうなるかというとですね、これを押すとスッと横にずれて、こんな感じでページが展開されていきます。これはですね、実は Facebook 内、Instagram 内でこのページが作られてるんですね。なのでほぼ遷移にかかる時間がないんですよ。すぐに見れてしまう。で、実際中見てみると、もう本当に LP と全く同じような流れで、まあこれ簡単にですね、僕がちょっとテスト用で作ったものなので、簡易にはなってるんですけれども、まあどんなことができるかというと、例えばこう画像がね、こんな感じで貼れたりとか、テキストもこんな風に、新講座 LP 改善術、なるほどと。ね。で、下に小さく、今なら 20% で手に入れることができます。こんなセールスコピー入れることができたり。で、ここにボタン、今あまり目立ってないですけど、このボタンがあって、このボタンを押すと、例えば決済ページに飛ばすっていうこともできますね。自分で自由な遷移先を選択することができます。あとはですね、講座の詳細は、とかって言ってこんな、カルーセルを用意することも簡単にできるんですね。例えばレビューとかもこんな風にカルーセル形式で載せてみるとか、あるいはこんな風にね、講師からのメッセージということで動画を差し込むことだってできます。で、またここにボタンがあって、ボタンを押すと決済ページに飛んで、ここで商品が購入できる。すごくないですか？もうこれ LP じゃないですか、ほぼほぼ。もっともっとこれね、ブロック追加していけば、いくらでも表現できることってあるんですよね。これがですね、インスタントエクスペリエンスという機能なんですね。パッと見ていただいてね、おお、なんかすごいなっていう感じは受けてもらってると思うんですけど、何がいいか。もう間違いなくいいのは、お金がかかんないってことです。例えばランディングページの制作ツール、ペライチとか、アンバウンスとか、ウィックスとか、僕らが使ってるインスタページとか、高いものだと月数万円かかったりするような制作ツールだったりするわけですけども、あるいは、ページ制作会社とかにお願いしようと思ったら、例えばまあ、ランディングページであれば100万とか150万とかかかったりするわけですよ。それかかんないわけですよね。ドメインの費用とかサーバーの費用とかね、細かく言ったらいくらでも費用かかってくるんですよ。それがかかんない。これまず大きなメリットじゃないですか。もう一つはですね、これ反応的にもすごく高くなるだろうなと思ってて、何かというとフリクションがないということなんですよ。ウェブの世界ではですね、フリクションという言葉があって、まあ、直訳すると摩擦っていう意味なんですけども、例えばこうクリックしました。で、ページを遷移したら読み込むのに時間がかかりますよね。その1秒とか2秒の間に離脱したことって皆さんありませんか？これフリクションによって離脱してるっていうもの。要するに、ページを遷移すると、そこでユーザーが離脱してしまったりするんですね。だから、ウェブの世界では、いかにこのフリクションを減らすか、摩擦を減らすか、いかにこうシームレスにお客さんの体験をですね、こう繋いでいくかっていうことがすごく大事なんですよ。その点、さっきお見せした、Facebook 内、Instagram 内にランディングページがあったらですね、読み込み速度はゼロなんです。クリックしたら横にすぐスライドされてパッと出てくるわけなので、通常のランディングページとこのインスタントエクスペリエンス、全く同じ内容にしたら、圧倒的に反応高いに決まってるんですよ。昔は表現の幅とかが結構限られてて、ちょっと使いづらいところがあったりとかしたんですけど、今はですね、ほんといろんなことができるんですね。それこそカルーセルができたりとか、動画入れられたりとか、テキストも自由に入れられたりとか、で、ボタンもいろんなところに配置できたりとか、デザイン面の自由もすごく上がってるので、これ使わない手はないなっていうことなんです。なので、まあランニングページ使ってる方も、ランニングページの内容そのままね、このインスタントエクスペリエンスに移行していただいて、テストしていただくと、結構いい結果出るんじゃないかなと思います。で、ランニングページまだ作ってないっていう方もですね、このインスタントエクスペリエンス使ったら簡単に、しかもプロが作ったぐらい綺麗なデザインで作れますから、自分を配置していくだけなんで、なので僕は圧倒的にいいですよね。まあ僕らもですね、これからどんどんテストしていこうっていうところで、まあ、結果が出たらまたね、どっかでちょっとシェアしたいなと思うんですけど、じゃあどうやって作るのかっていうことをですね、ちょっと今から簡単にですけれども紹介をしていきたいと思います。はい、じゃあこれからですね、インスタントエクスペリエンス作ってみたいと思います。めちゃめちゃ簡単です。これ広告マネージャーですね。Facebook 広告マネージャーやったことがある方は見たことあるかと思います。普通に広告を作成していきます。新しいキャンペーンを作成というところから、まあ、自分の目的に合うキャンペーンを選択していただきます。まあ、今回ね、売り上げ上げていきたいということなので、一旦売り上げにしておきましょう。手動作成の売り上げキャンペーンを選択します。そうするとですね、まあ、キャンペーンの名前入れられたりするので、まあ、ここは簡単に分かりやすい名前にしておいてください。商品名とか入れておいてもらったらいいと思います。LP 講座とかですね、まあ、分かりやすい名前にしておいていただくといいかなと思います。これお客さんの元に表示されることはありません。次へっていうのを押しますね。で、そうすると、広告セットとターゲティングを決めるところですね。まあ、これも分かりやすいように、30歳から50歳の男性に向けて配信しますよってね、分かりやすい名前をつけておいていただいて。
で、これ、まあ予算を決めたりとか、ターゲティングを決めたりするわけですね。今、新しくなってて、ターゲティングも結構自動で、Facebook のロボットが選択しますよっていうような設定ができるんですね。だからもうこれも最低年齢を決めるだけと、そんな風なね、設定になってるんですけども、まあ、もっと細かく設定したいという方は、この元のオーディエンスオプションを選択するというのを選択するとですね、ここで年齢であれば、30歳から50歳とかっていう風に細かく選択することもできます。で、性別も、例えば男性だけとかですね。で、趣味関心、こういうのに興味関心がある方にターゲティングしますとかね。ターゲティングも予算も設定できたら、ここでね、広告作成をしていくわけですけれども、この広告作成の一番下にあるリンク先というところ、ここのインスタントエクスペリエンスというのがあります。これを選択するんですね。そしたらここで新規作成というのをしてみます。そうするとですね、まあいろいろテンプレートを用意してくれてるんですよ、 Facebook 側が。なのでまあこのテンプレート通り作っていただいてももちろんいいですし、自分で一から作っていきたいという方はですね、このカスタムエクスペリエンスというのを選択すれば自由に組み立っていくことができます。では一旦こっちで作ってみますね。ここでですね、作っていくんですね。まあここに名前だけつけておきましょう。でこのコンポーネントを追加、これがですね、要は一個一個のブロックになってるんですね。なので、例えばここにカルセル入れたいって時はこのコンポーネントを追加する。その下に画像入れたいってなったらまたコンポーネントを追加してそこに画像を入れる。そんな作りになっています。で、コンポーネントを追加。これだけね、選択ができるようになっています。シンプルで分かりやすいですね。で、まず一番上はヘッダー入れたいなと。要はロゴとか入れるときはこのヘッダーっていうのを押します。で、そうすると、ロゴが入れられますので、ここに画像をアップロードします。まあ僕ちょっとすでにアップロードしてるんですけど、ここで好きなね、画像をアップロードすることもできます。選択したアップをすると、はい、もうここに入りました。もう右側にね、プレビューがずっと出てきてくれるんで、非常に分かりやすいですよね。で、じゃあ次。画像を入れようと。で、それ写真っていうのをしますと。で、そうすると、画像、例えばじゃあこの講座の表紙を入れましょうと。で、この画像にリンクを入れることもできます。次じゃあ下にテキストを入れようっていう場合は、テキストブロックを選択します。テキスト自分の好きな色に変えられることもできますし、太さを変えることもできます。もちろん。サイズを変えることだってできます。もうここにプレビュー出てくるんで、これ見ながらやったらいいんですよね。小さい字を追加したいときはもう一個にテキストブロックっていうのを入れていただいて、サブコピーを入れることもできます。このテキストの余白、今上が48っていう数字になってます。これ48分空いてるんです。で、下も48分空いてるんですね。なので、ちょっと狭めたいときは、これを8にするとこんな感じで狭まったりとか、12にするとこれぐらいかな。見た目でこう、なんとなくこんな感じかなっていうので、合わせてもらったらいいかなと思います。で、もちろん、この下のテキストボックスも余白がついてるんで、こんな感じで縮めることもできます。で、ちょっとここでボタン入れたいなっていう場合は、ボタンっていうのを入れていただきます。ちょっと空きすぎてますね、なんとなくね。その場合は、これも余白をもうちょっと狭めてみよう。ここでは微調整も簡単にできます。ここも、例えばテキストちょっと色つけてみましょうか。で、ウェブサイトのリンク。ここでですね、決済ページを入れていただいてもいいですし、何か次に飛ばしたいページを入れていただいても OK です。で、次は、講座の詳細はっていうのを入れてですね、まあ、さっきと同じように、同時にして、黒くしてとかね。まあこれは個人の好みによりますけど。うん。まあ文字もちょっとサブヘッドなど大きくしてとかね。で、ここでカルーセルと飛び入れますよね。ここでカルーセルも同じように画像アップロードできるので、例えば講座の詳細がわかるような画像を何枚か作ってですね、横にどんどん追加していくことができます。そうするとまあ1、2、3、4ってね、いろいろこう入れていくことができます。もうちょっと説明が欲しいなという時はまたここにテキスト入れたりとかね、することができるわけですね。行間をここで調整することもできますし、今これ中央揃いになってますけれども、左揃いにしたい場合はこう左揃いにすることだってできるわけですね。あとはこうボタンをずっと下にくっつけておくみたいなこともできます。そうするとこう、ずっとスクロールしていても、ここはね、ずっと今すぐ購入するってくっついてくれるんで、こんなのもね、設定していただくといいかなと思います。このフィックスボタンツーダーボトムオブドビュー下にくっつけておくっていう、ね、ことができたりするわけですね。あとは動画も簡単に出られます。まあ大体推奨は2分以内にしましょうとか、音声なしで見る方、あるいはデフォルトが最初も音声なしで出てくるんで、まあ字幕をつけていただくといいですよっていうね、おすすめが出てます。で、例えばここにこんな2分56秒の動画を入れると、この自動再生で勝手に入ってきます。こんな簡単にできますよ。もちろんインスタグラムも同じように表示されていきます。保存する、押していただいて、で、こうすると Facebook とか Instagram の中に表示されることになるので、さっき言ったように読み込みの時間がないんです。こんな風に画像たくさん入れてても動画たくさん入れても読み込み速度がないんですよ。で、あと広告作るだけです。ここで画像をクリックするとインスタントエクスペリエンスに飛ぶようになりました。あとはいつもと同じように広告のメインテキストが入ったりとか、見出しはここに入れるという風に設定すると、まあ、Facebook 広告の場合はこの下に出てきますね。これだけです。あと広告の画像を変えたい場合、簡単です。ここで画像を追加、ね、例えばこの画像にしてみようと言ったら広告の画像だけこんな風に変えることだってできます。じゃあ見てみましょう。はい、今作った広告がこれですね。で、画像がこれに変わってますね。で、タップして開くっていうのをタップすると一瞬で表示されます。スクロールしても下のボタンはずっとくっついてきますし、カルセルもこんな風に機能しています。で、テキストもこんな風に入れられますし、で、動画もこんな風に入れられます。まあ、動画ちょっと一番上にしようかなとかね。後から編集していただくことももちろん可能です。というのが、このインスタントエクスペリエンスという機能でした。
さあ、いかがだったでしょうか。今日はですね、Facebook 広告、インスタ広告の進化した機能ということで、インスタントエクスペリエンスを、紹介させていただきました。多分、今ね、ある程度反応が取れてるランディングページがあるのであれば、それをまるっとそのまま移行していただくだけでも、おそらくコンバージョン率上がると思います。なんでかっていうと、さっき言ったみたいに、フリクションがなくなるからですね。もうパッと表示されるようになる。しかもすごく見やすい。このシームレスにユーザーの行動を繋いでいくことができるので、ほぼ間違いなく反応を上げていくことができると思います。で、ランニングページがない方も、なかなかね、ランニングページ作れなくてちょっと困ってるなとか、どうしようかなって考えてる方はですね、これがあればすぐにスタートできるので、ぜひチャレンジをしていただけるといいかなと思います。今日の内容いかがだったでしょうか。まあ、こんな風にですね、今すごくうまくいってるウェブ集客法とかですね、まあ、今日はですね、本当に最新の話でしたけれども、まあ、僕らもいろんなことをテストしてるわけですね。毎年数十億円という広告費を使って、まあ、うまくいかないことももちろんありますけれども、たくさんいろんなことをテストして、その中からうまくいった情報、そういった情報だけを厳選して、会員の方だけに提供していくっていうサービスもやってるんですね。それがレスポンスラボというサービスです。例えば動画を作りました。この動画すごいヒットしました。そしたらその動画がどういう内容で作られたのかとか、で実際のその動画を会員の方にお渡したりとか、動画のスクリプト、原稿になるものですね。それを全部書き起こして、ポイントがどこかっていう解説も入れて、それを会員の方にお渡した。だから会員の方はそれを見ながら、なるほど、これが今うまくいってるのかっていうことで、実際にそれを真似しながら実践していく。みたいなことができる。そういうですね、会員サービスやってます。まあ、非常にうまくいってる方法ってやっぱなかなか知ることができないんで、いろんな社長の方、ウェブマーケターの方から高い評価いただいてるんですね。実際に結果が出た方法を教えてもらえるっていうのはすごく価値があることだというような評価をいただいてます。今ですね、1ヶ月間返金保証付きということで、まあ、お試し期間を用意して、実際にお試しできるようにしておりますので、興味がある方はですね、概要欄とか、コメント欄にある URL から、レスポンスラボも、ぜひお試ししていただけるといいんじゃないかなと思います。あとまあこの YouTube でも定期的にこういった情報を配信していきたいと思いますので、チャンネル登録とかいいね、よろしくお願いします。他の動画もたくさんアップしておりますので、そちらもぜひ見ていただけるといいんじゃないかなと思います。今日はこれで以上になります。ありがとうございました。